毎月の座談会、責任者の方はご諸講義の準備に大変苦労されていることと思います。時間のない中、皆さんに分かりやすく講義するためには入念な準備が必要です。しかし仕事や日々の生活に追われ、大白蓮華を読むだけになってしまう人も多いのではないでしょうか。これって講義と言えるのかと自問自答してしまう人もいるかと思います。結論から言えば、大白蓮華を読むだけの御所講義は悪いことではありません。しかし座談会で文字を追っているだけの御所講義は少しもったいないですね。ということで、今回の動画では、時間のない人でも大丈夫な大白蓮華をフル活用した御所講義の一例をご紹介します。拝読のポイントが最重要。拝読のポイントとは、毎月の座談会御所に必ず添えられているポイントです。例えば2022年7月の座談会御所のポイントは、甲府に生き抜き仏の境界を開こう、法華経の命を継ぐともに励ましよう。これは7月の座談会御所世王御所を拝読する上で重要なポイントですが、実は座談会御所のみならず、その月の大白蓮華全体に貫かれているメッセージでもあります。関東圏では師匠日蓮大聖人の高専ルフの誓い、そしてそれに応える弟子四条金吾の人間革命の姿、そして戸田先生池田先生の師弟が逆境を跳ね返し懸命に戦う姿が語られています。企画では先生の思いに応える青年文化祭の模様が、世界を照らす太陽の仏法では上野殿御返事と宿屋入道への最後状の一節を引かれ、共に戦おうとの師匠の呼びかけと、さらにはそれに応える後継の弟子の姿が語られています。その他、体験談輝きのグループ学習での見物未来記、ご生誕満800年記念企画、御所根本の大道、輝く青春の法事においても、一貫して高専ルフの師匠の断固たる誓いとそれに続く弟子の姿が語られています。つまり座談会御所の拝読のポイントが、その月の大白蓮華全体のテーマでもあり、さらにはその月の実際の戦いのテーマになっているとも考えられます。御所講義の大前提として、このことを知っておくことは非常に重要です。2つ目のポイントとしては、背景と大意の説明に時間を使いすぎないということです。背景と大意は大白蓮華や政教新聞にコンパクトに分かりやすくまとめられています。いつ誰に対してどのような目的でどのような思いで送られたお手紙なのかを簡潔に押さえておくことが重要です。座談会の場で一字一句読んでいくと少し単調になってしまいます。座談会の御所講義においては、先ほどの御所や大白、そして実際の戦いに貫かれた一貫したテーマについて参加者に伝えること、共有することが大切です。それこそが御所講義の目的と言っても過言ではありません。御所講義は単に知識を詰め込む場ではないはずです。3つ目のポイントは、テーマを補足する情報は全て大白蓮華の中にあるということです。御所の内容の補足として、政教新聞、草加新報、または一般紙から自分の読んだ本の中から情報を取り出し、テーマの補足として活用する人が多いですが、冒頭に申し上げた通り、座談会御所のテーマは大白蓮華全体に貫かれているため、他の情報をたどることなく補足情報を取り出すことが可能です。体験談にも御所の内容に沿ったものが掲載されていますし、他の御所を引用する場合でも大白蓮華の他の企画に掲載されているものがたくさんあります。あえて他の媒体から情報を持ってこなくとも、大白蓮華の中に補足情報は数多く掲載されています。4つ目のポイントとしては、本文を読む場合は参加者に読んでもらうということです。全員が大白蓮華を持ってきていることを生かして、できる限りいろんな人に役割を与えることが、活発な座談会御所講義につながります。講義者だけが話している単調なリズムに変化を与えることができるため、御所講義全体の雰囲気も良くなります。5つ目のポイントとしては、講義者が講義の内容、伝えたいことを頭に入れておくということです。当たり前のことのようですが、
御所講義をする側が教科書を読むように当てられた生徒のように大白蓮華に目を落としてただただ音読する光景は珍しくありません。準備がなかなかできず大白蓮華以外の情報源はなくとも、少なからず話す内容は全て頭に入れて参加者の顔を見て話すことがとても重要です。むしろこれさえできていれば大白蓮華だけの情報で話していようと全く気になりません。素晴らしい講義になります。以上が大白蓮華をフル活用した御所講義の内容になります。準備をする時間があまりなく講義資料を揃えることができないと焦る必要はありません。大白蓮華はその時に応じたテーマに関する情報が全て詰まっている書籍とも言えます。手元に大白蓮華しかなくとも十分に御所講義は行えます。最も重要なことはしっかりと準備をする姿勢があることです。御所講義に特別な資料や自分だけしか知らない情報などは必要ありません。思いやテーマが理解できていれば誰でも素晴らしい講義をすることができるのです。ご視聴ありがとうございました。もっと御所チャンネルでは御所の勉強動画を中心に毎月の動画更新を予定しております。よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。